2023年秋冬のネイルトレンドのテーマはホープ。こちらのジャストジェルポリッシュベースコートをオトフしていきたいと思います。こちらが LED 30秒 UV が1分で硬化してくれます。ポリッシュタイプですのでフットネイルなんかにもすごく使いやすい形状となっております。ハケが少し短いハケになっておりますのでしっかりお爪にフィットさせながら中心を塗布、そこからこのガイドまで、で最後先端にエッジをキャップしてあげてください。ベースコート一層塗り終わりましたので一度ライトに硬化していきます。ではナイトスカイというカラーを最初に攪拌していただきたいと思います。しっかりとラメの部分も混ざるように攪拌してあげてください。でしっかりポリッシュタイプなのでハケを広げてあげてください。1層目塗布していきます。ジャストジェルポリッシュのいいところ、ジェルポリッシュのいいところはテクスチャーが柔らかいことになっております。なのでお好きな濃度に重ねて塗ることで濃くなっていきますので、本当にカラーポリッシュのようにお使いいただきやすいので初心者の方なんかでもとっても扱いやすいテクスチャーかなというふうに思います。1層目を軽く塗布していただきましたならば少し待ってあげることでセルフレベリングを促してあげてください。こちらで30秒硬化していきます。ここからカラーでお花を描いていきたいと思います。まず先ほど一度塗りしたナイトスカイですね、こういったちょっとグレーの強いダメ感のあるものになってるんですが、ご希望でもう1層塗ってあげることでもう少し下がしっかりした状態で塗布することができます。で少しですねマゼンダピンクを強めたかったのでちょっとチークネイルっぽくですね真ん中に硬化せずにこちらタブロイドトークというマゼンダピンクを少し中心部分にふんわり乗せております。硬化しないことでチークネイルが馴染みやすくなってとっても使いやすいカラーになります。少し中心マゼンダピンクがほんのり色づいたかなというところです。こちらで硬化していきます。でお花を描いていきますのがこちらホイップクリームという、ジャストジェルポリッシュはたくさん白のバリエーションがあるんですが一番マットな白になっております。こちらでお花を描いていきたいと思います。こちらのフラワーはお筆を使っていきますのでちょっとですね筆先からパレットの方にホワイトを取っていきたいと思います。今取っていったものがこちらになります。こういった先端の細くなっているものを用いると繊細なフラワーアートになるかなと思います。筆の先にホワイト、ホイップクリームをつけてあげていただいてしっかり筆先にホワイトが馴染んだかなという筆圧になったら5枚花を何個も何個も描いていくイメージです。ポイントとしましては筆圧を強く当てすぎるとお花の花びらがすごく太くなっていきますので最初少し筆圧をかけて引くと中心に引くときに緩めてあげるイメージだとお花の中心部分がしっかりお花っぽくなってくれるのではないかなと思います。で全てが5枚花になってしまいますとバランス的に結構空間が空いてしまうので少し2枚の花びらを作ってあげたりもしてあげるとお花がぎっしり入ったように見えるかなというふうに思います。いろんな角度から見てたくさんフラワーが咲き誇ってるようにつけていってあげたいのでこういった形で
厚めの全面に白いフラワーで深のブラックを隠していくようなイメージで敷き詰めていってあげましょう。こういった形で全面にフラワーアートが完成しております。このまま1回30秒ホワイトクリーム固めてまいります。刷毛先にだけジェルを残してあげて、中心からトントントンと叩くようにしてカラーを置いてあげてください。お鼻の中心部分にテーマカラーのマゼンタピンクがしっかりと色づく感じです。これでやっぱり奥行き感も出てきますし、お花の個数としてもしっかりお花を強調してくれるポイントカラーになってきます。ご自身が描いた中心のめしべとしてピンクのマゼンダピンクを入れてあげてください。こちらのタブロイドトークにも少しパール感がございますので、そんなにこうマットにベタっとつくというよりかは、本当に下の白いお花が透けて見えるかのような、これぐらいピンクが入ってくれると綺麗かなというふうに思います。重ねていきます。今こういう形でペタッとしたニュアンスのお花アートになってくるんですが、こちらでもう一回薄くベースコート引いてあげてください。そうすることで今描いたお花が下に沈み、上からもう少しだけ重ねるんですけれども、その花びらがしっかりと浮き出てくれる形となります。一回ベースを引いて硬化していきます。一回ベースコートを挟んで、まだ未硬化がいる状態になっております。こちらに先ほどのホイップクリームを再度、お前花でも十分可愛いんですが、再度濃くしたい部分に花びらを少し増やすことで、より繊細なお花感を出していきたいと思います。先ほどの花びらの上に重ねるというよりかは、間に入れてあげることでより繊細さが出てくれるかなというふうに思います。これぐらいでしょうか。ちょっと濃くなったホワイトの部分が見えますでしょうか。これが重ねた部分になりますね。寂しいなと思うところに少し上書きして、下の花びらの上に重なっても構いませんので、ちょっと濃度の濃いものとして上のお花に際立ってくれますので、少し足してください。でしっかりと全面お花だらけになったら、もう一回硬化していきます。これぐらいの細いポイントのブラシ、こちらで白い点をお花の中心部、喧嘩することのないカラーをチョイスしたんですけれども、ゴールドなんか入れてあげるとより和柄感が増してきますね。先端にホワイト、本当に先の部分だけに置いていただいて、90度で触れるか触れないかぐらいの角度でいいかと思います。せっかくのピンクのマゼンダピンクを消すことがないように、邪魔しないように中心部分だけに少し置いてあげてください。こういった形でお花のすべての中心部分に花芯が入った状態ですね。 IBD のジャストジェルポリッシュ、こちらのトップコートを使っていきたいと思います。フラットなアートになりますので、ポリッシュタイプなものでも本当にツルンと仕上がってくれますね。本当に筆圧をたくさんかけずに柔らかく置いてあげることで、セルフレベリング、柔らかいテクスチャーなので、ジャストジェルポリッシュがセルフレベリングしてくれて、綺麗に一層コーティングできた状態が少し待っていると出来上がってきます。こちら30秒で完全硬化していきたいと思います。IBD から出ているネイルワイプ、スポンジワイプでウレタン製になってるんですが、こちらで拭き取りをしていきたいと思います。
ちらのネイルワイプは六角形になっておりまして、繊維質が一切含みません。この角度を変えて各指に使ってあげて、面を変えて使ってあげることでたくさんの指が拭き取れるようになります。で、IBD から出ているクレンザープラスというものが拭き取り溶剤になっております。こちらのネイルワイプにしっかりと染み込ませてあげていただいて、未硬化ジェルを拭き取るように使っていってあげてください。ネイルワイプにしっかりと未硬化ジェルが吸い込むようにして、面を変えてしっかり先端まで拭き取ってあげてください。こういった形でお艶もとっても綺麗なジェルになっております。どうもありがとうございました。ベースに塗っていくのがシルキードーンピンクを塗っていきます。使っていく筆が OB の5番になります。薄く一層を透ける感じで一度塗りをしてあげてください。では硬化していきます。次にこちらのゴールドリーフ箔を使っていきます。ピンセットで大きめにカットしていきます。では爪の上にランダムに置いていきます。置いたらこんな感じで浮いているので、綺麗な筆でこんな感じで密着をさせていきます。次にこちらの、グリッターカラーシャンデリアスパンコールを塗っていきます。使っていく筆はラウンドペイント筆ですね。小さめの筆を使っていきます。こちらはランダムに先ほどの箔の隣あたりにシャッシャッと重ねる感じで置いていきます。では硬化していきます。次にこちらのマーメイドトワイライトメタリック系のカラーを塗布していきます。筆は同じくラウンドペイント筆、こちらを使っていきます。では少量を取っていただいて、こちらもかすれる感じでシャッシャッシャッと、色がのってるところとのっていないところあるように置いていきます。こんな感じで硬化していきます。次にトップコートしていきます。今回はトップA という、トップジェルを使っていきます。では全体にパフをしていきます。この時にしっかり と、凹凸埋めていきます。では硬化していきます。こちらのモードクリムソンシアー系の、レッドカラー塗布していきます。それでは OB の L 使っていきます。少量を取っていただいて、先ほどのグリッターの上に、これもランダムに
置いていきます。大体 2,3 箇所濃淡がつくように間隔を空けて置いていきます。では硬化していきます。次にマットコートを使っていきます。必ず使う際に攪拌をしていきます。少し白濁した感じになったら使っていきます。全体に薄く塗布をしていきます。では硬化していきます。未硬化をクリーナーで拭き取っていきます。ではしっかりと拭き取ったら、次にこちらのエメナのグラデーションパレットを使っていきます。で9色色があるんですけれども、左下のこちらのマゼンタカラーを使っていきます。ではアイシャドウチップでこちらも先ほど塗ったレッドカラーの隣あたりに、これも間隔を空けてランダムに塗布をしていきます。ほんのり色がつくくらいで大丈夫です。軽くパウダーを払ってもらったら、次にライナーのクリーム、ベージュ系のカラーを使っていきます。筆はエピヌ筆使っていきます。では先端にフレンチラインを描いていきます。次に使うカラーは必ず、くっきり色が発色するような固めのカラー使ってあげてください。ではフレンチラインが描けたら硬化していきます。では最後キャンデルでコーティングしていきます。では硬化していきます。硬化が終わりました。こちらで完成になります。工程自体すごく簡単なんですけれども、奥行き感があって複雑そうに見えるデザインになっております。ぜひやってみてください。